はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ほっしゃん TV の、ほっしゃんのみで本日はお送りしたいと思います。サムネイル通りですね、サムネイルの、キックスを購入してきやしたということで、購入先がですね、本当にコロナで全然行けなかったザ銀へ、はい、銀座ナウへ行ってまいりました。はい、ドーバーストリートマーケット銀座さんですね。はい、でまあサムネイル通り、この箱がちょっとびっくりしましたよね。東京デザインスタジオニューバランスとのこのしっかりとした、クリームのボックスに入っております。結構ね、ニューバランの箱はいつもちょっと箱の強度が薄いんでペラいんですけど、これ結構ガッチリしております。はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じになっておりますよ。はい、で中身がちょっともう紐とか結び直しちゃったんで、もうガクッと開けちゃってますけども、タグは、ニューバランスさんの、このタグが付属と、あとはまあコムテギャルソンオムのこのタグが付属と、はい、あとはゴアテックスの加工がかかった、ゴアテックスですよという紙タグですね。これが入っておりました。で中身が、こちらになります。これちょっと箱を置いていきましょうかね。はい、中身がこちらになりまして、ちょっとね光の加減でちょっと黒がうまいこと反射してくればいいんですけど、なかなかちょっと見づらいと思うんで、はい、こちらになります。こちらが、10月1日の金曜日に、発売された、コムデギャルソンオム×ニューバランスの、名前が、5740のモデルになりますね。なんでここはタグの部分は、タグとタンの部分は CDGH とコムデギャルソンオムとで5740という形になっております。はい、ちょっと回してみましょうか。はい、ほとんどねちょっとブラックすぎちゃって、まあ見えますかね、この感じだったら。はい、ぐるっとこんな感じにねなっておりまして、そしてアウトソールがまあこんな感じですね。まあこのモデル結構安く出てるんで、持ってる方も結構いらっしゃるかと思いますが、私ちょっと初めての購入だったんで、ああこういう感じなんだという印象です。はい、でこのモデル自体574って、私ジジイなんであれなんですけど、結構数十年前に574っていう廉価版までいかないぐらいの、ちょっとそれよりも気持ちいいプライスのやつで出てたやつだと思うんですけども、それのアップデート版でこのソールにドッキングして、ね、今結構このあとビッグ N っていうんですか、ちょっと分かんないですけど、このでかい N が、はい、パッチされたという形ですね。それでまあパッと見ですね、ソールはやはり、うん、やっぱニューバランス得意のちょっと加水分解しそうな、すぐ加水分解しそうなソールっぽくなってるんで、ちょこちょこ履いて空気抜いていかないと結構そのままにしとくとぶっ壊れそうな感じがします。はい、してアウトソールっていうか、ごめんなさい、インナーがですね、もうどでかくこんな感じで印字されております。はい、コムデギャルソンオムプリス、あプリスじゃないですね、コムデギャルソンオムの方ですね。はい、な感じでなっております。でですね、ちょっと安直見ますね。これはですね、サイジングがちょっと難しくて、言うと1が25センチ、3が26センチ、5が27センチ、7が28センチ、9が29センチとなっております。はい、なんで私、ニューバラ991を、所持しておるんですが、あと まあ、その他もちょこっとありますけども、ほぼ定半なんですよ、持ってるのが。なんで間でどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとイレブンだとさすがにバカデカすぎるなと思って、天に今回は天に抑えてきました。まあ通常天なんですけどね。はい、ニューバランスだけなぜか天ハーフでチョイスしてるんで。でしてそういうサイジングのちょっとね奇数系のサイジングなんですけど、ベル裏見ると普通に、まあこれ見えますかね、普通にまあ US10 28cm という記載になっておりまして、箱の方もですね、まあ
その奇数サイズはなく普通にまあこういう感じと28センチワイズ D と、はい、という形になっております。で、このだからリップストップとこのスウェード部分が全てゴアテックスで、処理されている。要はだから結構防水性とか透湿性とかもあるんじゃないかなと。それでいながら通気性も多分ゴアテックスなんで、まあ通気性も兼ねてるということだと思います。だからこれを履いて蒸れるか蒸れないかっていうね、まあ多分ゴアテックスなんで結構ね生きてる生地とも言われてますんで、生地というかその加工とも言われてますんで、まあ暖かい空気を逃がして外からまた中に取り入れるという機能的な感じになっていると思います。はい、でこれをですねちょっと一回、表でぐるっと、詳細を、ディティールをね回していきたいと思います。プラスちょっとあの簡単にワンコーデだけ撮ってみようかなと思います。それでは動画の方へどうぞ。はい、コーディネートを取ってみましたが、ハットが、クリストファーネメスの、キャスケットタイプのハットになります。トップスが、数年前のシバのプルオーバーのシャツになりますかね。ネックレスは、カミソリ型でオリジナルで作ったものになります。パンツは、ブラックコムデギャルソンの、ちょっとボンテージ風のベルトがついた、ボトムスになります。足元は、今回ご紹介した、コムデギャルソンオムかけるニューバランス5740のゴアテックスの別注のキックスとなっております。いかがだったでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。もうサクッと撮っちゃったんで、なんて言っていいか分かんないですが、結構個人的にはまあちょっとね値段が47,000円なんで、ちょっと悩んだんですけど、この5740っていうこの5740っていうモデルが12,000〜13,000から19,000ぐらいまで振り幅がすごいあるスニーカーなんで、その辺がちょっと俺も分かんないんですけど、まあこの辺はまあちょっとギャルソン好きな私としてはノリも含めて、はい、いったところでございます。はい、本日はそんなところで、終わりにしたいと思います。なのでアフタートークはございません。それではまたです。さよならー。